はい、本日の講義ではですね、複素関数論の第3回目ってことで 2πi の定理っていうのをやりたいと思います。で、この謎に太い鍵括弧ついてると思うんですけど、これは多分みんな聞いたことあると思うんですけど、まあ、この教科書を持ってる人なら聞いたことあると思うんですけど、これの86ページですね。別にページを覚えてるわけじゃないですけどこの 2πi の定理っていうのがあって、でこの人、この作者っていうか著者の板垣さんかなが、こういうふうに名付けてたんで、まあ、僕もそれ引用しただけなんですけど、これが結構その後々ってか一番大事な定理だと思います多分。で 2πi の定理を使っていろんな積分を求めていくっていう形になっていくんですけど、だからなんだろう、この間やった感じだと、もうなんかどうやって積分しても第2回とかだとどうやって積分してもゼロになって意味ないんじゃないかみたいな思ったと思うんですけど、まあ、実は意味があって、意味がある場合ってのはその全部正則じゃなくて、ある一点だけちょっと変な場所が混じってる。なんか例えばこの分数関数とかありますけど、これの z が α に近づくと、なんだろう、α のとこで無限大になっちゃうんですよね。 z イコール α 入れるで、 z イコール α が入れられないんですよ。この定義されてないんで0分の1っていうのが、だからそこは不連続になってるし、しかも無限大になっちゃうから、無限とかプラマイ無限とかになっちゃうから、だからそもそも微分が定義されてなくって、だからコーシーリーマンの方程式も成り立たないから、だからこの間第2回で、まあ、見てもらえば分かると思うんですけど、なんだろう、重積分に変換して、でなんか傾き使ってこううまくゼロになるよって、正則だったらゼロだよっていうのが使えないんですよね。なんか今適当な説明しましたけど、でそれが使えなくって、で何らかの値持っちゃうんですよ。でその値持っちゃったところだけが効いてくるみたいな、その周回積分に。このなんか馴染み深いボールですけど、これを積分したやつの大部分はゼロになっちゃうんですけど、この得意点だけ z イコール α のとこだけなんかこの周り積分すると出ちゃうから、ここは別に考えて他はゼロだから、うんって感じでやっていくんですね。で今回のキーワードとしては得意点で、得意点周りにこう積分していくっていうのを考えます。でそれに注意してよという感じで、あ、でちなみにですけど、この間そう、前回得意点とかがなくって、どこ取っても正則なこう領域があって、でその周り、縁の周りにこうやって積分した時にどうやってもこれがゼロになるからっていう話したと思うんですよね。こうやって例えばこれで言い忘れてたんですけど、これ例えばここ点 A にしてしましてじゃねえ、でここを B にするじゃないですか。でこの時に今って B からこう戻ってくるやつってやると合わせて0になったんですけど、これって逆に言うとそれひっくり返してこの AB を右側の経路で行っても行くのと、こうやって左側の経路で遠回りしていくので値が一緒になるっていう風にのを表してるんですよね。だってこっちの AB ってやつが、まあ、こう三角っていう値になったとしたら、三角なって、でそっからこう戻ってきた時にマイナスの三角になってないと一周してゼロにならないじゃないですか。だからこっちが三角だったらこっちも同じく三角になって、で帰り道は経路が逆になるから、経路逆になると符号が反転するんでマイナスになって、三角引く三角で、まあ、ゼロになって戻ってくるよっていう。だから周回積分がゼロっていうのは、経路がどこ取ってもこの2点間結ぶ経路をどうやって取ってもその積分値が1点になるよっていう。だなんか渦なし場じゃないや、なんか重力場とかなんかポテンシャルの話になるとこれが結構大事になってくると思うんですけど、
まあ、ちょっと今それねじ込んでる暇はないんですけど、とりあえずその経路に寄らなくなるって寄らなくなるっていうのはちょっと言い忘れてたんで先に言っとこうかなっていうふうに思います、はい。うん、もっとちゃんとした説明はだからこのだからこの教科書を買ってたくさん読んでもらって僕の動画なんか見ないでっていうのがいつもですけど、まあとりあえずはそういう話で、で今回はまあ得意点周りに積分していくわけなんですけど、最初から、まあ、前回と一緒で、前回もなんかこうメッシュ状にこう四角形で分けて、四角形で分けるとこの間簡単だったし、なんかコーシーリーマンの方程式も使えたんですけど、今回はそうじゃなくて、まあ例えばこれの中にこの辺に α っていうのがあったとして、まあ、この周りにこう複雑に積分するのは難しいなと。でかといって四角で囲んじゃっても、あの別にコーシーリーマンのてか四角で囲むとこっからここの傾きとかこっからここの傾き縦横の傾き使ってうまくゼロに持っていけたわけですけど、今回は得意点なんでここが無限大とかになってて、だから傾きがそもそも定義されてないから四角で囲む意味もないんですよね。だからとりあえず綺麗な丸で囲ってみることにします。ピッて綺麗な丸で囲って、あこれだとちょっと小さいんで多分書き直しますけど、ここの中心を α ってやって、でここから半径 R でこう回転してる、回転というか極座標を取るんですね。この α 中心にして、これ見えるのかな極座標を取ってここの周上の点をまあ Z として、で経路はまあ C のアスタリスクとかって適当に置いてあるんですよね。でこの時のこの C のアスタリスクのに沿って同じ FZDZ の積分を考えていきますよっていうのがまあ今回の趣旨になってて、でこれが 2πi になったり0になったりラジバンダリみたいな感じで、はい、そういう話なんですよね。でこれを考えていくと、あなんかインクが切れてきたっぽいですね。でこっからこう、ね、やるんですけど、で Z をだからこれ何やりたいかっていうと、Rθのパラメータで表示したいんですよ、この dz ってやつを。で今 r 変わってないから r 一定のまま θ だけこう動いていくから dz ってのがまあなんか円運動してるんですね、こうピーってグーって。それでこう書き直してやるとどうなるかっていう、だからこの周回積分も0から 2π の積分に変わるはずなんですよ。この dz も dθ に比例する形で表されるはずなんですね。でそれをまず先にやっちゃうと、これってそうだな、この z って今 α プラス RE の iθ で表されるじゃないですか。この変革が θ で、こっからのだからこのちっちゃいベクトルがこの中心から円の縁まで行くベクトルが半径と、向き表すやつ θ だけいったやつっていうので、 α からこうやっていくと z にたどり着くよっていう。でその θ が動くとこの、まあ、時計の針みたいにしてこれがピーって回っていくんですよね。でそれで C アスタリスクの上にある Z が全部表示できるっていうので、θ が0から 2π で動いてるよっていう、そういう感覚になってて、でこれを今 θ だけ動かすんですよね。この C アスタリスクに沿ってこの dz を動かしていくってことは、この θ だけ動かせばよくて、 r 動かしちゃうと円からはみ出ちゃうんで、で微分取ってやると dz イコールまあ α は定数だから微分すると0になって、で r 動いてないから結局 e の iθ だけ微分すればいいんですけど、 e の iθ って微分するとこいつ自体が出てきて、でその後で中身の iθ の微分出てきますね。だから RE の iθ そのまんま放置の IDθ ってのが出てくるよと、まあ、iθ をなんか違う変数で置いてやればこうやって出てくると思う。なんかこうなんか変な形になっちゃいましたけど、まあ、こういう感じでなるんですけど、まあ、これちょっと使い勝手が悪いっていうか、使い勝手悪いんで、この部分 RE の iθ っていうのを Z と α 使って表示しとくと、これって、まあ、この部分だから Z-α がこいつになりますよね。だからそれ使うと dz っていうのは Z-α に idθ かけたやつっていう風になるんですよね。でこれ一応意味があって、 Z-α っていうのはこの時計の針ですよね。
で時計の針に、i かけると、あの90度回転するじゃないですか。あの i って e の2分の π i のことなんで、かけるとこうやってあったベクトルが i 倍すると、大きさはそのまんまで2分の π 回転するよっていうのを多分高校でやったと思うんですけど、それでしかもそれに dθ かけるってことは、だなんか半径かける dθ ってやると、その扇形の今 z 引く α っていうのがあって、でこっからここまで扇形作ると、ここの部分って大きさ的に言うと z 引く α の dθ だよねっていうふうになって、なおかつ i かけてやれば、あのここのベクトルが出てくるよっていう、そういう感覚ですね。でこれ使う、今すごい脱線したんですけど、これどうでもいいですからねで大事なのはここに z 引く α が出てくるよっていう、この z から得意点引いたやつが出てくるっていうのが大事で、でこれ使って書き直すと、書き直すと、テギアが悪い。C のアスタリスクで、まあ、FZDZ で、DZ の部分を今シータで表したいんですけど、だから、シータは0から 2π で、いつも通りというか動いて、FZ に、今、Z 引く α、これが半径みたいになってて、で、それを90度回転させて、まあ、扇形の、あの辺の長さ、辺っていうか弧の長さだから、dθ かければ、まあ、出てくるよねと。で、こうなってて、で、今 fz っていうのが、さっきも言いましたけど、こういう分数関数考えるんですよ。なんでかっていうと、α 代入するとおかしいことになるか。で、そのおかしいことになったところをだけ取り出して、その周りでちょっとピッて回転して、積分しちゃおうねっていう話だったんで、今適当に、例えば、括弧1。fz が、これ普通に正則な関数だったら入れる意味ないんで、普通に0になっちゃってわかるから、この間の第2回だったらもうこれ全部0になるんだけど、例えば fz が例外として z 引く α 分の1みたいだった場合ってのは、 α で正則じゃないからちょっとこれで求めてみようかっていう話なんですよね。でこれ代入してやると、今この下に z 引く α1 個あって、でここ代入するとこの z 引く α と打ち消すんですよね。でここ注目なんですけど、今ここに下に1個あって上に1個あるから、この場合だったら過不足なくこうシャッて約分して IDC だけ残るはずですよね。でこれ2乗とかだったら下に1個残ったりとかするんですけど、とりあえずこの場合っていうのは、今これ i のアスタリスクとかってインテグラルのアスタリスクっていう、ただそれだけなんですけど、こうやって適当に面倒いから置いとくと、これが今分母払われて IDC だけ残りますよね。でこれを0から 2π だから、あ、何のことはなく、i が外放り出されて dθ を0から 2π までってことだから、まあ、結局θ の変化量が 2π だから 2πi になりますよね。って感じで、あ、これがまあいわゆる、なんか花丸書いちゃいますけど、いわゆる 2πi の定理なんだなっていう感じなんですね。でそれがどうしたよって感じなんですけど、まあとりあえず先進みますねで、まあ応用については第4回でやろうかなって思ってるんですけど、これなんか気持ち悪いですね。なんかホタテじゃないか、なんかこういう回あった気がするんで、ちょっと僕好きなんですけど、こういう風に 2πi とか書かれるとちょっと泣いちゃいますよね。なんでちょっと、なんかで隠しときましょうか。これでいいや。あ、でも見えなくなっちゃう。はい、ね。逆に気になっちゃうよっていう。で、じゃなくって、例えば、fz が、そうだな、z 引く α の1たす m 分の1みたいな。1じゃなくて、なんかプラス m みたいに余計なのが入ってる場合っていうのを考えて、ここに代入してやると、1個あるやつはこの z 引く α で消えて m 乗が残るじゃないですか、下に。でこれってあともう1個使うのが、
今 z-α って rθ で表示すると、r×e の iθ だったので、多分 e のマイナスなんとか θ を2、0か 2π で積分するんで、まあ0になるなっていうのは、周期関数で、まあいいや、ちょっと 書きますね。書くと、i のアスタリスクっていうのが、今は、こう、約分すると、z-α の m 乗が下に残るんで、これ1個で、m 足す1個だから。だから、z-α の、まあ、m 乗が残って、上は、まあ、いつも通り idθ になって、まあ、これも0になるなっていうのはなんとなく想像つくんですけど、なんでかっていうと、これは、まあ、r の m 乗とか、i とかっていうのは外出して、まあ、これ、z-α の m 乗って、r の m 乗かける e の imθ になると思うんですね。で、今、θ に関係するとこだけ積分の中に他外出しちゃうと、r の m 乗分の i っていうのを外出して、中には0から 2π の e の、まあ、imθ 分のって書いてもいいんですけど、まあ、マイナス imθ の方がいいかな。で、dθ かけるよと。ってなるんですけど、これって、なんだろう。今ちょっと単位円書くんですけど、imθ って θ が、まあ、0の時はまあそのまま0だし、m 分の、m 分の 2π とか、あれ、よくわかんない。まあ、なんか、とりあえず m 回回転するんですね、こいつって。0から 2π の間で。で、回転して、で、戻ってくる位置結局、2π なんですよ。0、2π、わかんねえ。まあ、そんな感じだって、とりあえず、じゃあ普通に計算すると、なんかぐだってきたな。この辺で多分、再生切られちゃうと思うんですけど。で、r の m 乗の i ってなって、で、これを、マイナス im 分のっていうふうにやるんですよね。で、マイナス im 分の1が来て、で、まあ、e のマイナス imθ そのままの0から 2π と。で、これ 2π 代入しても1だし、0代入しても1だよと。で、m は0じゃないですよ。この下に m あるし。これってのはあくまで、1となんか他にくっついてる場合っていうのを考えたんですけど、で、これ別に m が、マイナス1とかマイナス2でもいいんですけど、とりあえず m が0じゃなければ、これ成り立つんですけど、こういう場合考えてるんで。m が0の時は、まあ、括弧1の話なんで。で、まあ、これ1マイナス1で、結局、0になるんですね。だから 2πi もしくは0になるよっていうのが、まあ、今回の話になって、で、ここまで来るとちょっと話がごちゃごちゃになってきたんで、一回まとめとくと、とりあえず、今、特異点周りに、まあ、一番簡単な形で、っていうと、こういう綺麗な丸で積分したんですね。で、これの名前を多分 C アスタリスクとかっておいて、で、これの中心が α に乗っ取って、で、まあ、パラメーターで積分したわけですね。θ とか取って。で、まあ、R は何でもいいよ。だから、ちっちゃく取ってもいいし、まあ、大きく取っても変わんないんですけど、で、この時に、FZDZ ってやつ。C のアスタリスク周りっていうふうにやったんだけど、これを、もうちょい具体的に言うと、今は、z 引く、なんか、α 分のとか、z 引く α2 乗とか3乗とか、1たす m 乗分の、dz っていうのを今計算したんですよね。こうやって c のこいつの周りに。で、この時に m で場合分けができて、m イコール0の時だったら、この dz がなんか約分されて、まあなんか 2πi が出てきたよと。だからこれが、m が0の時だったら 2πi になるし、m がプラマイ1とか、プラマイ2とか、とりあえず、0じゃない場合っていうのは、この積分値が0になるよっていうのが、今出てきましたね。この、約分しきれなくて残って、で、残ったやつが今、周期関数になってるか、0か 2π で積分して、まあ0になってると。で、これ何の意味があるのかっていうと、例えば、
例えばっていうところで、ちょっともう19分になってるんで、もう終わりにしようと思いますけど、まあなんか、流数の定理っていうのは、要はこう、z-α の2乗とか3乗分の1の、この級数にするんですよ、1にして。だから、z-α 分の1とか、z-α2 乗分の2足すとかっていうふうに、なんか2の関数をこう展開したときに、こうやって表したときに、これ積分したら、この部分だけ積分して 2πa が出てきて、ここは α の周りに積分しても0になるよと。だからここから先は全部0になって、ここだけとどまるよと。2πa で残ってくるから、だから流数っていうのが定義されて、で、積分が簡単に求まるよっていう話に持っていけるんですよね。で、最後に言っとくのは、今こうやって求まったけど、まあ、最初のこいつにもつながるんですよね。この謎のモンスターボール的な、モンスターボールって言っちゃダメか。まあなんかボールがあって赤と白の。で、なんであれが出てくるかっていうと、今はこの、なんだろう、こういう簡単な積分だけやったけど、本当だったらこう周りにぐにゃってしたやつの積分を求めたいんですよね。このアルファが含まれる形で。で、それを求めるにどうすればいいかっていうと、やり方があって、まず、こういう変な積分を考えるんですよね。と、これ今真ん中に特異点があって、で、これは任意の形だと思ってください。で、こっちは時計回りで、内側は時計回りで、マイナス C アスタリスク。反時計回りが正だから、時計回りにするとマイナスがつくよと。で、これで、外は C で回ると、プラスの。で、C でこう回ってきて、ここ入って、で、出てきて、だから別に視力検査やりたいとかじゃなくて、あ、左とかやって、そんな簡単だろうってなるんですけど。で、これに、今、求めたやつ、足してみるよっていうふうにやるんですよね。これが普通の C のアスタリスクの積分だったと。で、これが、まあ、2πa になったり、とか、まあ、0になることもあるわけですけどね。あ、やべ、インクが切れてきた。ちょっと変えよう。で、これ足し算すると、もうみんな気づいてると思うんですけど、このマイナス C のこの積分と C が、同じ場所で、しかも、逆向きに積分してるから、経路積分逆にすると、まあ、符号も逆になるってやったと思うんですけど、だから足すと、打ち消しあって C だけ残るんですよね、その 外側の。外側の C が今、求めたい積分で、それを、今この中の点々点が消失したんですけど、ピッて、なくなって、あ、なんか汚いな。これなくなって、で、結局、今、で、しかも、これって、この内側、こうやって回ってる時の、この内側が今どうやっても0になるんですよね。で、この特異点は避けて通ったんですけど、だからここは値として0になるんですよ、ずっと。どうやっても。この便座みたいな形、便座って言ったら多分不適切な動画になるって 特異点ってなんだよってなると、なんかこういうのが見えてきたら、ちょっと不適切な動画になっちゃうんですけど、だからこれは0でいいんですよね。この特異点は避けておって。で、その特異点のとこはちょっとまた避けるんだけど、ちゃんとこういうパラメータでやって積分求めたよと。だから結局これ0になるから、この内側の積分イコール外側の積分ってなって、他の部分無視できるんですよね。だからこれ求めたかったら内側でこうやって積分してもいいよっていう話になってきて、まあ、いろんな柔軟な考え方できるようになってくるよっていう話なんですね。ちょっとめっちゃ動画長くなっちゃったんで、もうここで強引に切りますけど、まあそういう感じで、まあ次回は、なんかこれの応用の仕方、だそこが一番大事なんですけど、まあこれもすごい基礎っていう意味では大事ですけど、っていう話で、まあ終わりにしたいと思います。はい。今回は言い忘れとかないと思います。次回も、はい。お楽しみにって感じで。